皆さんこんにちは。仕事で編集に手をつけることができず、何本か取りためができてしまった、ハマバス4万です。今回は7月の3連休に行った大回りの動画です。それでは、本編どうぞ。今回は、ルートの都合上、川崎駅からのスタートです。ちなみに今回も同行者がおります。今回の同行者は、渋ひかさんと私のリア友の一人である、横浜鉄道チャンネルさんです。時刻は午前6時前、普通に早いです。まずは、東海道線で新橋まで行きます。ここで、横浜鉄道チャンネルさんと合流しました。渋ひかさんも、川崎駅で合流する予定だったんですが、寝坊をしたみたいです。ということなので途中までは、横鉄さんと二人で大回りをします。あ、今回は桜木町までの切符で大回りをしています。とりあえず、新橋までカット。新橋駅に到着し、次は常磐線直通の勝田駅で松戸まで行きます。常磐線のカット。松戸駅に到着しました。続いては、常磐線各駅停車で、新松戸まで行きます。常磐観光線は地味に初乗車です。新松戸までカット。新松戸駅に到着です。次は、武蔵野線の205系で南越谷まで行きます。南越谷と聞いて、次は何に乗るか、察しがついたでしょう。南越谷までは移すところがないのでカット。南越谷駅に到着です。南越谷。ご乗車ありがとうございます。そして次は、今回の大回りのメイン、ホリデー快速鎌倉号に乗って、大船まで行きます。車両は185系です。ホリ快鎌倉は、9月15日から Y257系500番台に置き換わられ、電車指定席の車両になります。私は185系に乗るのは初めてです。ちなみに、今回は自由席に乗車します。ドアが開いたので、乗り込みます。果たして座れるのか？余裕で、座席を確保。南越谷駅を発車です。車内放送をお聞きください。それでは座席紹介です。テーブルは背面のものが使われていて、骨折型でよくある、黄ばんだテーブルです。カーテンは、横引き式が使われています。肘掛けも動かすことができ、リクライニングは肘掛けののレバーを引きます。ちなみに座席はこのくらい倒れます。武蔵野線を特急車両で飛ばすって難解ですよね。そして、新小平駅を通過です。武蔵野線内の駅を通過するってなんか新鮮な感じがします。府中本町を通過した後、多摩川を渡り、トンネルばっかでほぼ映す価値なしの武蔵野貨物線に入ります。そして、梶ヶ谷貨物ターミナルを通過します。貨物には全く興味がないので早送りです。貨物船はもちろん、普段は客扱いしないため、トンネルの中はほとんど電波が届きません。トンネルを抜けて、新川崎駅を通過します。
そして、鶴見駅付近で乗務員交代のため数分間、運転停車をします。はい、横浜駅到着と見せかけてからの発車です。自分の最寄りを降りずにそのままスルーするのは、なんかの違和感を感じます。帽子の最寄りの戸塚駅を通過して、戸塚駅を通過した後、東海道線から横須賀線の線路へと転線して、大船駅に到着です。ここで、寝坊してきた、渋ひかさんと合流しました。渋ひかさんは、西国分寺から指定席に乗っていたそうです。それでは、お見送りをします。京浜東北根岸線で、今回の大回りのゴールである桜木町へ向かいます。桜木町まではカット。桜木町駅に到着。短い大回りは終了です。改札を通って、大回り終了です。お疲れ様でした。今回は、カット多めの雑な動画になってしまいましたが、どうでしたか？一度も乗ったことがなかった185系に乗れてよかったです。投稿してくださった、渋ひかさん、横浜鉄道チャンネルさん、ありがとうございました。次回は、大回りではなく、久々の鉄道旅で、長野遠征の様子をお届けしたいと思います。また、Twitter で鉄旅赤を作成しました。よければ、フォローをお願いいたします。最後に、高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。